こんにちは、カンノです、今日もですね、オリジナルのバンダナを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、このバンダナ、まあ、サイズ的にはね、いつもお伝えしてますようにそのコンパスっていうもののサイズがですね、だいたい生地幅が110センチっていうことになりますので、53センチ ×53 センチっていうのが一般的なサイズになります。でそのサイズの、まあ、2枚取りでそういった形になるんですけども、そのサイズの中に合わせてプリントをしていくわけなんですが、よくねやっぱり多いのが、まあ、生地自体は白ですので、まあ、赤のプリントを乗せて赤白にするとか黒白にするとかね、まあ、2色白と黒の2色っていうパターンが多いんですよね。まあこれにプラス1色2色入れて、まあ、綺麗なバンダナを作りたいということで、作られる方も多いですけども、やっぱり単価的なことを考えると色数は少ない方が、バンダナ自体の単価は安くなるっていうのが、まあ、一般的な話なんですね。ところが、たくさんの枚数じゃない、たくさんの色数ですねをつける場合で、普通の、まあ、一般的なスクリーンのプリントになりますと、今お伝えしたように高くなるところが、インクジェットプリントっていうフルカラーのプリントになりますと、逆にですね機械が変わりますので、この版を必要としない機械っていうのがあるんですね。そうしますと、まあ、ね、100色、200色、300色使ったって、全然構わない、ね、全然値段も構わない、変わらないということになるんですね。だからこういった場合は、フルカラーのプリンターで作った方が安くできるということなんですね。ですから、まあ、いろんな作り方があります。ね、枚数1枚だけ作りたいということであれば、このフルカラーのプリントで、まあ、色数少なくても作った方が安くできるということもありますので、まあ、そんな場合はですね、そのフルカラーのプリンターをフルに活用するということですね。で、あと、まあ、枚数多くなればこのスクリーンのプリントの方が、なんていうか、たくさん作れば作るほど安くできるということもありますし、定着のその色の安定も、製品の安定度もそのインクジェットに比べると明らかに綺麗に上がるね、ですから、まあ、そのことを考えると、やっぱり、ね、予算的なことであるとか作る枚数であるとか、まあ、そういったところに依存すると思いますので、ぜひねそのあたりは我々の業者に相談してみてください。よろしくお願いいたします。